はいどうもえー、レック先人講師の弁理士宮口聡といいます。どうもこんにちはおはようございますこんばんははいえー、じゃあ今からですね、この毎年やってるんですが、担当ゴロテコンプリートね、略して担当ゴロコンですからね、えー、ボビーオロゴンではなくて担当ゴロコンですからね、えー、ぜひ覚えてください。 高年の見どころをね言ってみたいと思いますからまずねちょっとあのそうだねこれあの二次元 QR コードからこうね入ることもできますからあ,あまず最低限ね抑えるべきところを言っておこうと思いますねまず担当ゴロコンどんなコース講座ですかとねじゃあピンクで塗ってみますかね まあ私蛍光ペン好きですからねまあ要するにあのー、ゴロテクを使ってですねやっていくという講座なんですよで結構ね俺の感覚だとねあのー、担当試験はね7割ぐらいゴロテクで解けますよ俺のうんねで「初学者におすすめですかいやもう初学者ほどねとってほしいですねね 初心者マークの黄色でも塗っときますか、だから、おすすめです。むしろね、あのー、ほら、入門講座も取ってね、まあ、例えば今、11月ですけど、今、1月も終わりか、ね、明日から 2, 2月みたいな感じなんですけど、4月までね、入門講座、ね、本格的に始まるの4月でしょ、暇でしょ、もう5、6本取ったら、今のうちに俺が提唱するゴロをね、 ゴロってもねあのやっぱ定着するまでに時間かかるからね今のうちにとっても自分の体に染み込ませてもいいですよそしじゃないとねせっかくゴロ合わせをね覚えてもあれ何のゴロやったっけってなるよ、うん、で受験経験者にもおすすめですかそうね受験経験者は赤でいこうかね赤って感じだよねうんはい いいですよなんでかというと受験経験者ってことはね受験を経験したけど落ちたってことでしょ、ね、<laughs> だって受験経験して受かってればねこんな講座は取らなくていいんだよな。で、それはやっぱねゴロテクは足りないからですよええあの正論保在っての前にあの俺の講座受けろと、うん、じゃああれゴロテク1つあー披露してくださいとね 一つとは言わんでいろいろ披露したゃるわじゃあね特別サービスよまずはねこれねいいんですよほらちょっと見てくださいね特許法のね拒絶意義無効流のそう俺ね語呂合わせだけないですよこういうねいいまとめもついてくるんですよ俺ね拒絶意義無効流ですよねそして例えばね拒絶流をこうオレンジで塗るんですわねほらオレンジ分かりやすいでしょ 意義理由はね、意義申し立てる理由はね、じゃあ、青蛍光ペンでいこうかね。ああ、申し立てる理由ね、青蛍光ペンで塗ってみるが。なそして、えー、じゃあ、向こう理由はね、紫で塗ってみようかね。よし、こんな感じで。よし、そうするとね、あ、あのー、ご覧の通りね、拒絶理由はね、75までありますよ。ね。 意義向こう意義理由はねあ5号まであるわねで無こ理由はね、あのー、8号まであるとねでこれね、あのー、全部、あのー、拒絶異議無効う共通してるところがねあるんですよそれはねここですこれね全て拒絶異議無効理由ねこれかちょっと赤で囲む からね、よーしそしてこの4号のところやね、えー、これもあの共通書類は茶道だからねえ作動って言ってもね線乗り級じゃありませんからね左に同じと書いて茶道よしはいえー、でそう皆さん独立特許権って聞いておったるやろうーんこれが独立特許権なんですよ。 産業所の量新規性進歩性拡大線がん線香がん32条ねでサブロクの4の四個1号、サブロク6個の1号から3号までね相談ですでこれが独立特許権なんですよあこれ要件間違っちゃるわ <laughs> これなんとかならんかねこれちょっとあのええ、これなんとかな直してくれませんか <laughs> これこれちょっとまずいわうん 独立特許権はこうねああそうですすいませんね。であ,あのね「地味めにさもしい」「見ろむ意味ね」ねそうこれ29条29条の三、えー、3 9条というのはねこれ時系列3点セットっていうんですよそれの地味32条はミニねミニクーパーのミニ地味めにねまできましたよ。じゃあ 寂しいはじゃああ,のあれでいこうオレンジでねこれ実施可能要件違反ですよね見ろ無意味見ろ無意味じゃねえかみたいな感じでねほらこれ黄色でおこういうことですよ皆さんねこれで皆さんも独立特許権件バッチリチリバツですよええでねしかも俺語呂合わせだけを覚えさせるんじゃないですよちゃんと意味があるとねやっぱりね あの拒絶意義無効理由の中でも特に重要なんだよだって拒絶理由でもあ,あり意義理由でもあり無効理由でもあるんだからねしかも他にもねそういうの一応あるぜこういうほら全部理解とするでもねその出願書類を見ただけで客観的に判断できる審査官がねそういう要件これが独立要件よ、ね、例えば条約違反っていうのも作動作動だろでもこれはね願書とか見ただけでは判断できないから ね、条約違反とかあの権利能力違反とかね、うん、こういうのはもう願書だけ見てもね出願書類見ても審査官判断できないからねそうところが新規制進歩制とかあの実施可能要件違反とかクレームの特許請求の範囲の要件とかはね判断できるじゃんそういうことですよ、えー、ねだからこういう,う感じでもいいわけよ。ね ちょっと私はねこの辺にあれしますけど拒絶理由と意義理由と無効理由があるとするじゃん。ね独立即興権ってここだなとねここだなとほらちょっとねほらあの人的要件なんかもあるからここは除いてますけどねこれが独立即興権なんだと拒絶で意義で無効理由とねあの中で特に重要な客観的に判断できる。 そういうことなんですよで,であと受験生の声もね披露しますからねうん、口述試験まで使えますそうですああ宮口先生の頃はね不思議なことにね自然と苦にならず頭に入ってくるんだねまさに地味めにさもしい見ろむいめだからおー相談ですよ担当だけなくてね論文口述試験に至るまで 使えるので、とてもおすすめですとう。ありがとうございます。TN さん。TN、TN、鳥にとろとるんね。ではないか。よし。口述まで使えるぞと、ね。じゃあ次の人は。おゴロテクなしに合格はなかったと。そうか。じゃあ、青で塗っとろか。ね、青が込みで。そうか、そうか。 緊張で度忘れした際や朱子郎は,シシは、えー、何ひと言目が出ない状況下で記憶を、ね、呼び起こすための強力な武器になりましたとそうね度忘れするとね,、あのー、ねあとひと言目例えばね朱資の一と言目って三十三条三項っていうのがあるんですよ三十三条三項って知ってるあの他の共有 あの特許を受ける権利は共有にかかる場合に他の共有者の同意を得なければ自己の持ち分を譲渡できないという条文なんですよ。でこれはねあそれ要するに譲り受け人の資本力技術力以かんによって、ねえー、他の共有者の権利の持ち分が違って持ち分の価値が違ってくるからであると。 ね、そして、論文に出るのがね。あの三十三条四項ね、三十三条四項というのは、特許を受ける権利を共有にかける。合に、共、え、有、ー、者の一人がライセンスをする仮専用実試権とか仮通常試験ね。で、その時に他の共有者の同意がなければライセンスできないという条文なんだよ。三十三条四項ね。それの理由付けはね。あ資本移管た有名無実なんだよねあ。要するに、あの許諾を受けるものの、資本力、技術力、移管によっては。 他のの共有有者権利が有名無実ととなるるからであるとこういういうに覚えるんですよでこれを覚えとくとね特許の73条1項73条3項でも同じ理由付け使いますからね今度は特許権の時も同じ特許権が共有にかかる場合にあそのうちの1人が持ち分上等する際に他の共有者の同意をね得なければならないそれの理由が「資本義いかんた持ちけ持ちへんね関西弁で持ちけへんのやわ」みたいな感じでね、う。ん あの持ち分の経済的価値これが変動するからね持ち気変持ち分の経済的価値が変動する、ね、で有名無実これ一緒ですよ、ね、あゆあ設定許諾を受ける者の,の資本力技術力移管によって他の共有者の権利が有名無実となるからである、ねうん、でちゃんとあのじゃあなんで言葉がね その方やその持ち分譲渡の時は持ち分の価値にこだわっててその方やライセンスの時には有名無実となるかというとねその持ち分譲渡というのは身分が一緒なんですよ例えば特許権だったら特許権を移転するんだからその譲る受けたしも特許権じゃないですかだからその結局同じ身分の中での権利の割合持ち分の価値が問題となるその一方でライセンスの場合にはもともと身分が違うわけですよ。ででも時々こういういいのってあるじゃないですか、ね あの形式的な身分は低くてもあの実は実質的にあの価値があるみたいなね、うん、例えばあの総理大臣よりも、ね、総理大臣の方が副総理より上じゃないですか普通はでもあの実はあの総理大臣より副総理大臣の方が、ねえー、実質的な力を持っている人は、ね、そういうことも、うん、なきにししもあらずかもしれないですよねそういうところであの有名無実身分は高いけど有名無実となったらいかんでしょうみたいな。 そういうことですよ、ね、そういうふうにちゃんと理由も教えるからねだから、あのー、定着するんですよ記憶を呼び戻すための強力な武器ね強力な武器になりますよ、えー、強力な武器はいい言葉だからね赤にしとこう、えー、ゴロテクなしにね合格はなかったそうゴロテク最終合格過言ではありません TM さん TM レボリューションではありませんけどね じゃあ楽しく覚えられました。ああ、そうですかい。じゃあこれはね、ミドレンジャーにしましょうかね。ああ、楽しく覚えられたか。よかったじゃねえかよ。ね、宮城先生の頃はね、どれもユニークでくすっと笑いながら、そうか。じゃあもう特別サービスはじゃあ楽しそうなやつ行ってみようか。ね、よし。じゃあしょうがねえ。あー じゃあねちょっとどれか選ぶわもうね授業今やっちょるけねあのー、よしじゃあババアが出てくるやつを教えようかこれいいよこれマイナーな条文だからね結構いいかもしれんわ、うん、ちょっとピントを合わせるわねほら「対価の教託」マイナーな条文だよこれね対価受領拒むできない嫌味な質屋のババアのせいで許ますとね大化受領拒むできない嫌味な質屋 ババアのせいで巨多ますとね。うん。ババア、ほら、88だから。ね。嫌みな七や。ほら、嫌みな七や。ね。えー、ただし書きあるんだよ。だから、ババアが死んで、ね。ただ、ただ七得れば、巨多不要。ね。ただし七賢者の承諾を得たときには、許託しなくていいからね。あの、4号でしょ。だから、ババア死んでた、ただ七得れば、 許他、ね、不要許諾供託不要ねどうですか、まあ、ちょっと覚えづらいかもしれんけどねあのおそ松くんの,あの,あのほらおそ松くんに出てくるじゃん嫌みっていうのがそれを思い出しながらでもいいから嫌みなチアのババアと覚えとけばねいいじゃないですか、ね、そうそうあれ先生それ失礼ですよババア出したらジジイも出さない不公平じゃないですかとうん そういう声もあるだろうからジジイも出しようこれで平等だからな、うん、ババアだけじゃなくてジジイも出しますからはいこれね、えー、波七条一ジジいらさんジジイに同意はいらねえよ」と、ね、73条の覚え方ですわ73条の1個はね七権設定上等の時は他の共有者の同意が必要だね、うん、で実施の時には同意はいらねえんだよねオレ,オレンジ塗っちょるわなちゃんと色も指示しとるわほら 1>, 1個はピンクで塗れよと2個はオレンジねでラサンね、えー、あの黄色ねライセンスのというよりも強奪しようでほらさっきも言ってたほら資本儀簡単持ちかへんね民からすればできるけど引きずら解釈念のためねこれどういう意味かというとね民法からすればね民法に249条という条文があってねあの他の共有者の同意なく使用できるんだよ民法249の一般法からすれば。 でもさ一向ですよ、ね、他の共有者の同意がなければ持ち分上と質権設定できないという条文を規定したもんだから実施も同じかよと思ってしまうじゃん。だから民法249条からすればね他の共有者の同意がなくできるけども一向の規定に引きずられた解釈がなされる恐れもあるため念のため規定したものだと、ね。これを短く「民」からすればできるけど引きずら解釈念のためとこういうふうに覚えておけゃねバッチリちり伐だろうがなあ ああこれ「シオンギーカン」っ有名無実さっき言ったわなよしこれでいいだろうねババアも出たしジジイも出たからこれでもうね文句はないだろう公平の見地からね常に考えとるから俺はああやっぱ法律の基本ですわな公平の見地ねそうねでこういうことも教えるから理由付けもね困ったら公平の見地とか国際的調和とか言っときゃね大体当たるんだよなあ よしね、ということで、ああ、これ KN さん。TNTMKN さんね。そうですね。くすっと笑いながら、どれもユニークだしね。あくすっと笑いながら、覚えてしまうものばかりでしたと。ね、気づけばさまざまな条文、定義や趣旨がね、身についていたという感じですと。とねえ、原なコツですよ。えー。 じゃああのまあ注意点ねこのお講座を受ける上でのねお大体分かったと思うからよしじゃあ,あの注意点決めようか、うん、そうだねまずあの、えー、スケジュール的なもんだけど全部でお12回あるからおそれでよ皆さんこれねありがたいと思ってよこれね2時間でいいんだけど俺あの皆さんのため思ってね だいたい一コマね、三時間ぐらいで教えてるからね、うん。で、まあ、俺が損してるだけだから、二時間で終わればいいものをね、三時間ぐらい教えてますよ。ね、で最初のね、六科は知識編ですわ。だから、ゴロテクの知識を伝授します。ゴロテクだけじゃなくてね。表とか図をね、空襲敷いて、視覚的、つまり右脳と左脳をね。バランスよく使って、その習得するやり方ね、やっていきますよ。 で次にねあのー「ゴロテク実践編」っていうのがあるんだけどねあ、あのー、これはね問題演習ですよ問題演習がまたね楽しいですよへえっと皆さん驚くかもしれませんがね何、あのー、て言うの普通に解くと10分ぐらいかかる問題がねなんと10秒で解ける問題とかあるんですよ、えー、そういう解く方を教えます、えー、ただもうそれは本当にねあの非常手段の手に使う手なんだけど あのまあ絶対にじゃあ正解するかというとねちょっとその保証はないんだけど大体正解します、ええ、もうそういうね 10, 10分かかるところを10秒で解くるような技を教えますから、ええ、であとねあの皆さんね令和5年改正ねこれもあの知識とそれからあのほら令和皆さんあのやっぱ改正心配してるでしょうなんと100枝作りますよおうねあのでね、まあ。 この令和5年はね全部あのゴロテクっていうわけにはいかんですがゴロテクが使えなそう使えそうなところはもう伝授してきますよじゃあ一つサービスでねもうこんなねサービスしとったらねネタがなくなるわって感じだけど一つじゃあねし,ょしゃーないから教えますわねちゃんとね法改正に対応しとるとぞっていうところをねアピールしていきたいなとほら皆さんねほら4条4項ねほら よもうあれでしょ令和5年改正4条4項のねゴロテクねちょっとこっから右はちょっと教えられるんだけどねあるんですよもう早速開発しましたからうんねーいいですかえー、まあそんな感じですわ4条3項ぐらいは教えておきましょうかね生稲鳩子にとっては地味な領事ね どうですかイクイナハトコねちょっと似たような有名な方いらっしゃいますけどね生稲雇子ですよにとっては地味ほら四条三項地味な領事領事判断だよなやっぱねその有名人タレントさんにとってはね領事は地味でしょ一般人はなそういうふうに覚えとけばいいんですよねえー、そういうことですだからね過去問についてはねあの ないんですよ R5 改正だからもうこのゴロテクはね頼みの綱になってきますからねうん新作ゴロテクを踏まえた上であ上4本も下3本もやっていくから特に不況法とか大変だよよしということでねもう一回ちょっと蛍光ペンで塗っとくわね最初の六個はゴロテク知識編だからねで次がゴロテク実践編、まあ、ね あ,のあっという間に解ける方法を伝授していくからね。うーゴロテックを身につければ一気にねあの時間を短縮でき、あのー、特にもうね入門時から言れば一発合格につながりますわ。素直な知識の今がチャンスですよ。ね、あとあのベテラン受験生の人もね多分今まで正論でやってきたんでしょう正論法剤ってね。うーん 正論保在てるとなかなかね受からないんですわ試験ってやっぱりテクニックが重要ですからで担当試験に苦労してきた方は是非受講してくださいねゴーロテクはねどれほど効果的か体感していただくといいと思いますよ今からでも遅くありませんゴーロテクはね合格のための特効薬ですようーで演習時間はね講義時間に含まれませんそうねまあ演習は自分でやっといてくれよな 俺はあの解説だけをやっていくからね、うん、コメントとかねであと解説講義は全部ああそうね全部はできないかもしれません、ね、時間との都合でね、うん、インパクトのあるやつはやっていくからねほらよしっていう感じですか、うん、であとはあう知識編のテキストちゃんとついてるし実践編オレンジのテキストもついちょるし そうねこれはあの問題もあるし一般的な知識をまとめたらじめありますからねうんであとね、あのー、細かい字で書いち注意点も一応、えー、やっとこうかあ7月31日まで消えるよ、ねまあ、担当試験終わっとるけどねあでもまあ早めに取った方がいいわな値段はあのー、7万5万五千円だね うんえー、口座番号 MB24367 です、ね販売。ああ、これあれか気をつけとよこれね、視聴期限は7月31日だけどあの販売終了日がね、5月31日だから気をつけてね、あ,あとはね、申し込んであの届くまでに10日から2週間ほどおかかるそうです。ねまあ、でもあの今、ね、2月だけど まあ実際あの2月29日からあの、ねえー、配信可能ですからね、まあ、もうちょっとしばらく、えー、待ってくださいねあこれはねあのウェブ講座だから生講座はありません DVD もありませんよであとあのこれね割引一切ありません公平の検知からそれこそね、うん、はいえー、まあそんな感じか あ番書ね。番書が時々出ますからね。例えばこういう、ほら、おなじみの、自転車の番書をね、配りますから、おなじみのね、三乗の二の番書も配りますよ、衣装法のね。うーん、まあ、素言骨でしょうか。ええ。まあ、大体重要なことは言ったかね。ああ、よーし。ねまあ、そんな感じだから、ええ。まあ、 ひふみ一郎5と7ね十1個1231641個55と41個, 1, 2, 41個,と41個7ねこれ後発的後癖的無効流の語呂合わせだねえー、おいいこと言ってね語呂的を信じる者は救われる NO さんいい格言だねこれいいコツ言っちゃるわおおねえはいということで皆さん えー、このゴロテクでね、とっても楽しいあの講義ですから、一緒に楽しくやっていきましょうよ。ね。やっぱね、楽しくなければ勉強じゃありませんよ。楽しくなければ長続きしません。ね。一緒に楽しくやっていきましょう。ね。そして合格を勝ち取りましょう、2024年の。ね。えー、それでは、私のこのね、担当ゴロテクコンプリートの、まあ、プロモーションビデオね、 あ終わりますからねあのー、ぜひあの興味をお持ちの方はね撮ってくださいねはいじゃあ終わりますわはい、えー、レックセン,リン講師弁理士の宮口でした